アップミンスターブリッジ駅は、イーストロンドン、ハバリング区アップミンスターブリッジにある、ロンドン地下鉄ディストリクト線の駅である。トラベルカードゾーン6に属する。ディストリクト線の東端から2番目に位置している。当駅は1934年12月17日に、ロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道により、開業した。当駅は1934年12月17日に、 アップミンスターブリッジに開業した。駅の運営はロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道によって行われていたが列車の運行はディストリクト線のみだった。1947年運輸法により1948年に駅の所有権をイギリス国鉄に移管した。その後、1969年に所有権をロンドン地下鉄に移管した。当駅は 島式ホーム一面を有する地上駅で森土の上に位置している。並行して C2C C も走行しているがホームはない。ホーム全体を屋根が覆っていて中央には待合室がある。切符売り場は R デコ町の赤レンガでホームより下に位置しており、ホームへは地下道と階段でつながっている。駅舎の床は建設当時人気であったン字を逆にしたタイルで貼られている。 当駅は、ハバリング区議会により、地域の重要な遺産建築として、イギリス指定建造物に挙げられている。2005年から2006年にかけて、指定管理者制度による、ロンドン地下鉄のメンテナンス協定の一環として、メトロネットによる改修が行われた。当駅の近くを流れるイングレボーン川との交差点に、ちなんで駅名が命名された。この川は、 ホーンチャーチとアップミンスターの古い教区の境となっていた。当駅はホーンチャーチの西に位置している。駅はアップミンスターロードに面していて、商店街と隣接している。主要な住宅街にあり、近くにはハバリングシックススホーム大学とホーンチャーチスタジアム、ロンドン外周散歩道がある。日中の運転パターンは以下の通り、ロンドンバスの248、 370、646、648、64 652系統と、エンサインバスの26系統が当駅から発着する。ロンドン交通局ロンドン地下鉄ディストリクト線、アップミンスター駅、アップミンスターブリッジ駅、ホーオンチャーチ駅。ありがとうございます。